ツ、はるまるです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで今日はおうちでクッキングだなんでちょっとなんかそんなイエーイって感じじゃないのなんでクッキングだってなんか、素の感じでそんな感じだから、どういうことどういうことすごいなと思って。一応私オンとオフがあるんですよ。あれですか。あれよ、そんな変わってるんですか。たまに動画で出てくるでしょ、オンのはるまるとオフのはるまる。オンのはるまるってどんなんですか。あ、じゃあオフのはるまる。今オフかも。え、違うか、今オフかも。まあいいねそういうのは。というわけで今日はですね、じゃーん、逆、え一回テイク2、じゃーん、極激辛のこの前生配信でチャーハンを作ったんですけど、その時にぜひ天の声さんにも食べさせれるようなとっても美味しいものができたので今日は呼んだんです。え、辛さは控えめにしてくれるんですか。うーん、ご飯入るし卵入るし、ほら卵ってさまろやかにするやん。なるんですか。なるよ。ほんまですか。ほんまですよこの辛さをいかに卵を使うことでまろやかになり、はい、そして今日はマヨネーズとかもね使っていいんで、まあ半分ぐらいは美味しく食べてもらうと思います。ほんまですか。卵とかマヨネーズとか多分異次元の壁を超えた辛さだったら効果ないですよ。でもこれそんな異次元超えてないんで大丈夫です。どう、だって辛い言うてる人いっぱいいるじゃないですかそれ大丈夫です。というわけでいかに天の声さんが食べれるような極激辛のチャーハンを作れるかというのが今日の動画でございます。皆さんもよければ動画見て極激辛ってこんなに美味しそうになるんだって思ったら作ってみてください。というわけで作っていきます。材料はこの子と卵と、まあ、残ってた玉ねぎがあったんで、で作っていきたいと思います。あと冷凍ご飯は今解凍してるんで、そいつを投入したらまあできるやろうってことで、まず玉ねぎからね、まあみじん切りぐらいにはしていこうかなと思います。せいなこさん意気込みは。僕そんな住んで食べたくない方なんですけど本当はね、私が生配信の方で言ってた話はチャーハン作るよって言って呼んで、実は極激辛で作ったぜヒヒヒってことでドッキリしようと思ったんだけど、なんか知らんけどバレててなんか天の声さんバレてたんですよね。生放送見てますからね一回天の声さん生配信出てみる。これ変わらないじゃないですか。生配信だけ天の声さんが実は実際の声が出るぜみたいな。声変えないってことですか。そう。僕の声興味ある人おるんですか。おるやろ。興味ある人はこの子までこいつを砕きたいと思います。砕いてこの中にお湯入れてふやかします。本当はめっちゃ細かくした方がいいと思うんですけど、私はめんどくさいんでちょっとゴリゴリしててもまあいいやと思っています。僕が食べるんですよね私も食べるから今日は半分こずつにしようかなと思ってて。ああ、なるほど。ちなみに私はねこやつらを使って食べたいと思います。デスソースとプルダックソース、それを結構入れるんですか。どんぐらい入れるかまだ決めてないどっちがうまいかな。でも私的にはプルダックソースの方が好きなので、プルダックソースとデスソースを混ぜたソースでこいつを彩って食べたいと思います。それ食べる一緒に。いらないですね。何そんな辛いの食べさせたことないのか。だってみんなだって私の基準じゃ分かんないけどねで、この中に火薬も今日は入れちゃいます。というわけで今このようにふやかしてます。ちょっとだけ入れて、ちょっとじゃなかったけどこうやって入れてふやかして、この間にさ、さあ私この前はね散々言われたんでね、ちゃんとね見ました、チャーハンの作り方。まずごま油をね、熱したフライパンにごま油を引いた後でこの玉ねぎをピャーって入れて、シャーってやって、で卵ピャーってやって、ご飯ピャーって入れた後にこいつをピャーって言って最後ソースですピャーっとシャーってしか分からなかったですけど大丈夫だ。8割ぐらいピャーっと入れてシャーってしか言ってないですよ頭の入る
はちょっと美味しそうでしょ。美味しそうですね。ほんと？はい。国立からソース入れますか？え、入れますよ。何言ってんの？ない方がちょうどいいんじゃないですか。今日の目的分かってる？チャーハンを食べる。違う。胡椒、塩胡椒を入れてしっかりと混ぜます。多分ね、こんだけで美味しいんだと思います。あ、じゃあそれでいいんじゃないですか。ここに今日は、でもこんだけの量にね、そんだけのソースよ、もう大丈夫でしょ。大丈夫なんですか。よし、では極激辛ソースを入れます。入れます。全部言ってくれた。こんだけやで。これ色変わるでしょ。ウルマンさんはこれにプラスデスソースとか入れるでしょ。うん、すごいですね。美味しくなるかなと思って。辛さが物足りなくなるんですか、ウルマンさん。なんか全然いけるかなと思って。マジか。見て、このだってそんなに赤くない感じ。でもご飯多かったね。あ、食べれそうでしょ。これにマヨネーズよ。しかも卵入ってんねんで、しかも玉ねぎもあんねんで、しかもご飯だに。もう大丈夫です。確かに何も言われなかったら分かんないかもですね、この色やったら。ほんまにこれで本当にドッキリしたかったな。あ、これつ、あ、だってケチャップつけたんだよっつったらさ。あ、確かに。皆さんはぜひ極激辛で作って、気になるあの人をドッキリしてください。気になるあの人。きっとあなたに夢中になります。できました。おー、オープン。パカーン。おー、じゃあ一回これで。おー、美味しそう。じゃん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 。はい、本当はここに緑があったらいいんですが、今のところ完成です。はい、どうぞ。おー、ご賞味くださいませ。じゃあどうぞ。結構いった。んどう、んあれ、あーか、辛いね。辛いけど、うん、めっちゃ、うわ辛いってなるほどではない。辛いけど食べれるぐらい、食べれるぐらいの辛さ。おまあ、辛いのは辛いですね。頑張ったら食えるぐらいの辛さです。おお。普通に辛いの好きな人は食えそうな感じがしますね。マヨネーズまだあるよ。マヨネーズやっぱり辛さは和らぐ？どうなのかね。本気あるのかね。本気ある。まあ美味しいっす。おお、よかった。やった。僕が、まあ、食べれる範囲内の辛さですね、これは。おー、美味しい。これだったら、ちょっと極激辛食べたことない人でも、まあ、辛いの普通ぐらいの人でも食べれそう。そうですね、一般人ぐらいの辛さですね、これは。美味しいという感じ取れるぐらいの辛さ。いつも辛いか買ってて美味しいとかはちょっと分かんないんですもん、うん、はいはい。これは美味しいと分かる辛さ。やったぜ。辛いの辛いですよ、でも。では私はちょっとこれを使ってもうちょっとアレンジをしていきたいと思います。どのぐらいかけるんですか。うーん、まあまあかける。結構かけますね。結構かけます。おー、こんなもんにしました。一気に真っ赤になるんじゃないですか、これ。赤、一気にケチャップライスになってるんですか。色全然ちゃいますよ。やば。いただきます。はい、うん、うまいです。おお、いやもう辛い匂いめっちゃプンプンしますよ、ここからでも。食べてみる。嫌ですよ。せっかく美味しくこれ食ってんのに、また辛くなるじゃないですか。絶対辛いでしょ。うん、ちょ
構辛い。あ、自分でちょっと入れすぎてしまったなと思ってます。ちょっと入れすぎたかも。こいつはまあ辛さはありますね。でもやっぱ辛いの苦手な人は無理かもですね。やっぱ完全に抑えれるわけじゃない。あ、めっちゃ汗かいてきた。かけすぎたかな。結構かけてましたね。辛いですよね、絶対。辛い。これの3倍ぐらいから。3倍。というわけで、今日の動画はここまでです。今日もありがとうございました。ごちそうさまでした。おつはるまーる。おつまるまる。おつまるまる。まーたね。まーたね。バイバイ。ブライ。ブライ。ヒカキンの真似。